はい、昭和40年代生まれの皆様こんにちは。昭和47年生まれの久保哲郎でございます。現在は隠居して5年になりますかね、おかげさまでね、日々懐かしいものを追い求めてこうやって動画でね紹介させていただきますけども、今回はですねフリーペーパーからの紹介です。これ見てください。これね、多分群馬県で配布されているフリーペーパーなんですけども、デリ J って書いてますよね。デリ J で今回ねこれ紹介したいのは、見てください。この表紙にもありますけども、この瓶のコーラ懐かしいですね。でこれ瓶を返すとね5円とかもらえたんですね、確かね。でこっちですね、主役は、今日の主役、ほらこれ見覚えありませんか。そう、うどんとかそばの自動販売機なんですよ。それからハンバーガーもありますよね、こういったもの。これ懐かしいですね。こういった自動販売機もいやーめっきり見なくなりましたね。あのだいたいこう車でね山奥とか行ってると、ポーンとね自動販売機がもう集合したところに出会えるわけなんですけども、やっぱり車がねなかなか車離れと言いますか、若者の車離れって言いますけども、若者だけじゃなくてね、やっぱりね30代40代そして50代も車から離れていないんだけども、楽しみで車を乗る機会ってだいぶ減ったんじゃないですかね。私たちが10代の頃20代の頃っていうのは車の憧れって結構ありました。例えばねトランザム7000とかナイトライダーとか、ああいったものにね憧れていつか乗るんだって気持ちになったと思いますけども、めっきりですねそのシルビアですとかレヴィンとかっていうのも込みで、国産車も込みで、いやスポーツカー乗らなくなりましたね。ついに日産やトヨタもスポーツカーのね販売をぐっと絞るようになってきて、なかなか新車が出なくなってきたなってところがあります。世の中はですね軽自動車とか、それからミニバンという RV とかね、実用車がもう本当に幅を利かしているということで、なかなかこういったねレジャーの車が売れないときは、苦しいんですよ。こういった自動販売機の、ニーズもどんどん減っていって、その中で今回この雑誌の中でね特集してるんですよ。ほらレトロ自動販売機グルメって、今でも日本の国内の中に稼働してるところがあるみたいでね、これ見てください。自動販売機懐かしいでしょ。これ見ることなくなりましたよね。こういったのを今回は特集してるんで、ちょっと皆さんと一緒にね見ていこうかと思っております。これねどっかのドライブインページ数にして6枚かな、あ太田市って書いてますね。太田市沖野郷町、なんかねよくわかんないところですけども、こうやって懐かしのドライブインとかですよね。昔はコンビニとかではなくて、こういったドライブインとかで、まあ飲食をね、ちょっとこうたしなんだのかなというところでございます。それではちょっとね見てみましょうか。まずは表紙なんですけども、表紙見てみますと、デリ J7 月号ってなってます。2019年6月25日のフリーペーパーですね。県内最大43万部と書いてます。これ本当に群馬県のものなんですかね。間違えたらすいません。下の方に行くと、絶滅危機、レトロ自販機グルメって書いてます。ね、レトロ自販機。いや、これ懐かしいだけで、普段食べないじゃないですか。で、私ね、広島県の福山市に住んでるんですけども、近所にもね、自動販売機ちょっとね、見当たらないんですよ。探せばあるのかもしれませんけどもね。はい、じゃあちょっとページをめくってみます。レトロ自動販売機6台紹介されています。真ん中上のうどんそばっていうのは、これはねまだね見ることができるんじゃないかなと思います。山口県の岩国市でも、ちょっとあったかなと思います。そして、ね、右側に行ってみますと、赤いコーラの自販機がありますね。瓶コーラの自販機、こちらの方はまだね駄菓子屋のディスプレイ程度にはあるんじゃないかなと思います。そして反対側左に行ってみますと、これハンバーガーですかね。ハンバーガーの自販機、さすがにこれはないんじゃないかなと思います。そして下の方に行ってみますと、3台。これも私ちょっとね、幼い頃を境に最近は見ないですね。あっちこっち古い自動販売機を意識しながらね、それこそ廃棄されてる自動販売機すら車を降りて確認に行くんですけども、この3台は見たことがありません。次のページ行ってみましょう。はい、これはね、実動している現在でも実装している自販機のドライブインを特集してくれてますね。字が細かいのと、あとね、しっかりと見せちゃうと、せっかくのフリーペーパー作ってくださった方に悪いんで、さささっといきますけどもね、まあ、今でも稼働しているところがあるんだな程度にちょっとご確認ください。中央下の方にいるご夫婦かな、これは。おじいちゃんとおばあちゃんが経営されているのかもしれませんね。次のページ。ああ、いいですね。これ、ラーメン、うどん、そばみたいなのが丼に入って並んでます。これ山奥で見かけたらちょっと食べちゃいますよね。これも管理大変なんだと思うんですよ。で販売数もねそんなにガッポガッポ出るわけではないのに、細かく細かく丁寧にね衛生面とか管理してくれてるんじゃないかなと思います。本当にありがとうございます。次のページ行ってみましょう。ああいいですねこれも。
スナック系ありますね。それから何、コスモスの自動販売機あるじゃないですか。これは答えられないですね、コスモスのね。当時私が小学生の頃ですか、コスモスの自動販売機っていうのは近所にあったんですけども、これがねちょっと価格が高かったんでなかなか手が出なかったような気がします。200円とかじゃなかったかな、次のページ行きましょう。これが最後かな。はい、オレンジハットって書いてますね。このドライブインが沖の号店っていうんですか、沖の号店でいいんですかね、まあ、こちらの方にあるみたいです。まあ、どこの沖の号店なのか何県なのか分かりませんけども、きちんとね、あ、レトロなあのゲーム機も稼働しますね、アーケードゲームも。ここなかなかいいんじゃないですか。自動販売機ずらっと並んでてね、楽しめるんじゃないかなと思います。ちょっと行ってみたいですね。ということでね、今回はこのフリーペーパーから懐かしの自動販売機をちょっとさっとね、流し見してみました。で、このデリ何 J っていう雑誌なんですけども、メルカリとかヤフオクでもし手に入れば探してみていただきたいかなと思いますし、もしねこれ手元に持ってられる方は、ぜひね出品してあげてください。私これね、つい1週間前に、今日が令和2年の9月10日なんですけども、つい1週間ぐらい前にヤフオクに出てたのを500円ぐらいでねちょっとゲットしたんで、今回こうやって紹介することができたんですけども、なかなかね、あ、これ群馬って書いてますね、群馬のフリーペーパーですね。お寄せいただいた方ありがとうございます。まあ貴重な一冊になると思いますんで、今回紹介させていただきましたけども、ぜひねこれ手に取って生でこうやって見たいですよね。で、また他のページも楽しい特集が結構ありますんで、これで美味しそうでしょ、ご覧いただければと思います。それではね、ちょっとおまけのコーナーでございます。懐かしいドライブ、車といえばですね、やっぱり今日ちょっと名前が出ましたけども、トランザム7000とかね、ナイトライダーのナイト2000になりますけども、何を隠そう、私ね、47歳を前にして昨年なんですけども、このね、ナイト2000を手にすることができたんですよ。それで1年以上今ね、維持してるんですけども、ほとんど車には乗りませんね。やっぱ当時車に憧れる私は少年だったんですけども、車がねこれほどね手間がかかるもの、お金がかかるもの、場所がかかるものとは思いませんでしたね。で、当然ですけどもナイト2000っていうのはその1台で普段コンビニ行ったりとか何だりかんだり使うわけにいきませんから、完全にサブカーなんですよ。完全にサブカーで、もちろん燃費の問題とか車検の問題とかありますんでね、整備も本当毎日のようにしなくては、いろんなところが見落としが出てきます。なんせ1983年の車ですから、もう車で言ったらね、完全おじいちゃんなんですよね。もうよぼ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 進んでる形なんで、映画のようにジャンプももちろんできませんし、ビュンビュンと走ることもできません。本当にやっと走るような状態で、で、3速ですんでね、坂道もそんなにね、元気よく登らないんですよ。ですんで、本当に慎重に慎重に乗らないといけないのと、部品はすぐにね、やっぱり交換が必要になるところが多かったりとか、メンテナンスが欠かせません。でもね、それがね、楽しいんですよね。で、車の楽しみって、走る楽しみと、あと面倒を見る楽しみみたいなね、まるで家族とかね、子供を迎えたような感覚でございます。私もナイト2000のオーナーになって1年ですけども、他のねオーナーさんっていうのはもう5年とか10年とか、中にはもっと20年近く持たれてる方もいて、本当にねすごい大変な思いされながら、それでも愛情で乗りこなしてるんだなと思います。車へのね、愛情とか憧れっていうのは男の子ならなかなか尽きないもんですけども、自分の気に入った1台いつか乗りたいなと思う車ね、そういった話もこれから昭和40年代生まれのこの動画の中でできればなと思っております。それでは本日もご覧いただきましてありがとうございました。あなたは有能な相棒です。馬以上ですよ。